皆さんこんにちは NTT データの新井です皆さん毎日ネットニュースでサイバー犯罪のニュース見ない日はないですよね今日は今企業に迫るサイバー犯罪の脅威についてお話しします私は NTT データのエグゼクティブセキュリティアナリストです 20年以上の経験を持つサイバーセキュリティのエキスパートですまた日本に7名しかいない経済産業省のサイバーセキュリティ対策専門官を兼務していますまたサイバーセキュリティ関連の本をこれまで10冊翻訳執筆監修しています近々あと2冊本が出る予定ですよろしくお願いします さてこちらをご覧くださいこれが過去5年間の日本国内のサイバー犯罪の国内検挙数になります毎年サイバー犯罪に関係した検挙者が日本国内でも出ている状況でしてその数は毎年右肩上がりに伸びてきてしまっているというような状況が見て取れるでしょう 実際にいくつかこのサイバー犯罪の事例を見ていただきたいと思います皆さん先日の東京オリンピックご覧になっていただいたでしょうか東京オリンピックの中でさまざまな選手の方が熱戦を繰り広げていたその裏側ではサイバー犯罪者たちが偽のオリンピックの中継サイトを インターネット上に設置していましたこうした偽のオリンピックの中継サイトに一般の方がアクセスしてしまって誤って個人情報であるとかクレジットカード情報などを入力してしまうとそうした情報が盗み取られて悪用されてしまうというようなサイバー犯罪がなされてしまうというような状況にあったというのが実は この東京オリンピックの裏側で繰り広げられたということになります。また別のサイバー犯罪の事例を紹介してみましょう。日本国内にある製粉大手のニップンという会社があります。この会社では先日、ランサムウェアと呼ばれているコンピュータウイルスに社内のコンピューターが感染したと いうことが報告されましたこのランサムエアと呼ばれているコンピュータウイルスに感染した結果同社は決算報告書が提出できない事態に陥るという甚大な被害を受けてしまったということが報告されていますこのランサムエアと呼ばれているコンピュータウイルスが今まさに企業に対する大きな脅威として 認識されるようになってきています。今日はこのランサムウェアについて中心にお話しします。では一体ランサムウェアとは何なのか、このランサムウェアについてまずご紹介したいと思います。ランサムウェアとはランサミノシロキンにマルウェアを掛け合わせた造語になります。 金を要求するタイプのコンピューターウイルスの一種になります。具体的にはこのコンピューターウイルスに感染してしまうとそのコンピューターにあるファイルが全て暗号化されてしまいまいすそしてその暗号化を解除してほしければお金を払えというような脅迫をしてくるというのがこのコンピューターウイルスの手口になります。 この手口の結果、身代金を要求してくるという。この身の代金の英語表記ですね。ランサム。にマルウェアを掛け合わせて。ランサムウェアと呼ばれるようになったというのが。語源になっています。さて、ランサムウェアに感染すると。一体どうなってしまうのでしょうか。その実態を。今から皆さんにご覧いただきたいと思いますので、こちらの動画をご覧ください。 今、このコンピューターはランサムウェアに感染しようと感染してしまうような状況になります。今まさにデスクトップ上のファイルが白いファイルに変わったということが確認できたと思いますけど、これが暗号化されてしまったファイルの状況になります。その結果、ファイルが読めないというような状況に陥りまして、さらに時間が進んでまいります。と、また。 変化が見えてくると思います。はい、このようにデスクトップ上の壁紙が変わりまして、今あなたはランサムウェアに感染しました。元に戻して元に戻してほしければお金を払いなさいというような指示が表示されるというような形になっています。このような形でランサムウェアに感染してしまうとファイルがみな暗号化されてしまい、 お金を支払いというような要求がなされるというようなことが皆さん確認できたと思いますではこのいったランサメアを悪用するサイバー犯罪者は一体どのような実態にあるのでしょうかランサメアを作っている犯行グループはまずはじめに自分たちの活動を一緒に手伝いをしてくれる 人を我々は募集していますというような募集広告のようなものをアンダーグラウンド掲示板と呼ばれているインターネットのサイバー犯罪者が集うウェブサイトに広告として投稿しますこの投稿を見たサイバー犯罪者の別の人々はこの広告に参加するというような形で自分たちでこの 募集に対して参加してくるというなうな形になりますそしてその結果このランサムウェアを開発するグループとさらにその攻撃役となっているサイバー犯罪者たちがグループを結成しまして企業などに対してランサムウェアに感染させる攻撃を行ってくるとそしてその結果企業の中にあるパソコンであるとかサーバーであるとか そういったコンピューターへのファイルが暗号化されてしまうといった被害が生じてしまいます。で、この暗号化されたファイルを元に戻してほしければ、あお金を払いなさいというような身代金を要求してくるというのが今のランサムウェアを使った犯行グループの出口になっています。 現代のランサムウェアのグループにはもう一つの特徴があります。それが二重強括と呼ばれている手口になります。二重強括とは何か。従来のランサムウェアが持っているファイルを暗号化して身代金を要求してくるという手口に加えてもう一つの手口が付け加わっています。そのもう一つの手口とは何か。それは、 企業などに侵入した結果その企業の中にあるパソコンの中からファイルなどのデータを盗み取りますそして盗み取ったデータをこのランサムアの犯行グループが運営している暴露サイトというものがありますこの暴露サイト上でそうした盗み出したデータを漏洩させられたくなければお金を支払いなさいといった形で従来の ファイルの暗号化の解除に対して請求する費用に加えてもう一つの身の代金としてファイルを暴露させたくなければお金を払いなさいという2つの恐喝をしてくることから二重恐喝という手口と呼ばれています。 こうした二重恐喝を行ってくるランサムウェア,ウェアの犯行グループは一体どれぐらいあるのでしょうか。今ご覧になっていただいているのがこのランサムウェアの犯行グループがどれぐらいの企業を攻撃したかというようなグラフになっています。大体平均して今20ほどのランサムウェアの犯行グループが活動をしています。 活動期間はだいたい1年ほどなのですけれども、えー、その1年の間に解散した後、また再結成するなどの活動を繰り返すことによって企業を、まあ、しつこくですね狙っているというのが今の実態です。さてこうした脅威からあ日本企業が狙われるということはあるのでしょうか。 実際のところ、こうしたサイバー犯罪者の歩行先は日本にも向いています。冒頭でランサムウェアの被害に遭った企業について紹介しました。こうしたランサムウェアを悪用するグループは、このアンダーグラウンドの掲示板などで標的となる企業の情報を探しています。そして、そうしたアンダーグラウンドの掲示板には、このような日本の企業にアクセスできる情報を売りますと、 いった書き込みが存在していますランサムへの犯行グループはこうした情報を購入することで日本の企業へのアクセス手段を手に入れてそのアクセス手段を通じて企業を攻撃してファイルを暗号化しまたファイルを盗み出し二重恐喝を行って企業からお金を恐喝しようということを繰り返し行ってきています。したがって 日本の企業も決してその対象外ではないというのが実態です。さて、こうしたランサムウェアグループへの対策は一体どうしたらよいのでしょうか。従来型の ID とパスワードだけの認証を使っている場合、その ID とパスワードの突破をしてくるというのが、実はランサムウェアの犯行グループの手口の、 まあ典型的なやり方になっていますしたがってこうした ID とパスワードの単一の認証に以外の認証手段を使うというのがランサムウェアの犯行グループから身を守る手段になりますその手段が多要素認証と呼ばれている認証手段になります多要素認証とはそれでは一体どういったものなのでしょうか 多要素認証とは、えー、従来からある知識認証ですねあなたが知っているものパスワードであるとか秘密の質問に加えて、えー、例えば所有認証と呼ばれているあなたが持っているもの例えば携帯電話であるとか IC カードそういったものを使った認証手段それからさらに生体認証ですねあなたが誰なのかあなたの生体認証 情報を使った認証手段が生体認証ですので指紋であるとか乗脈それから顔認識などを使ったのが生体認証になりますこうした3つの認証手段のうち2つ以上の手段を使って認証することが多要素認証になりますこの多要素認証を使うことによってサイバー犯罪者の攻撃から身を守るための対策になることができます サイバー犯罪は決して対岸の火事ではありません。日本の企業であっても、こうしたサイバー犯罪者の攻撃の矛先にさらされているというのが実態です。皆さん、多要素認証を使って、自分たちの身を安全に守る対策をしっかりやっていきましょう。ありがとうございました。